こんにちは、まなまなです。まやりんです。2人合わせてまなまやです。イエイ。はい、今回はドラッグストアで1万円紹介、ということで、前回ドラッグストアで1万円やったと思うんですけど、はい、まあ、生活必需品みたいなものを多めに買いまして、うん、ね、はい、この家のために買ったんですけど、今回は美容グッズだったりとか最近おすすめのものとかよく買ってるものとかを皆さんに紹介できればなと思い、たくさん買ってまいりました、はい、ということで紹介していきたいと思います。レッツゴー。はい、じゃあまなまなさんからいきたいと思います、はい、気になる気になる。はい、まずはこちら、じゃじゃん、コットン2個セット。なんかこのコットンをよく見るんですよ、私は。ビューティーアップコットン、これすごいいいんで、これを買いました。なんか前無印で持ってたやつがもうなくなりそうなので、こちら買いました。はい、で、あ、もう夏には欠かせないものを買いました。じゃじゃん、スーパーウォータープルーフのスプレーと日焼け止め美容液です。じゃ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 んじゃーん、大きいやつを買いました。やっぱ日焼け止めなんか色がついたやつも持ってるんですけど、まあ、ちょっとしっかりなんかされそうじゃん、この見た目的にも。なんでなんかしっかりしてるやつも買って、夏の紫外線対策を頑張っていきたいと思います。もうね、スプレータイプはなんか髪の毛とかにも振った方がいいと思う。皆さん結構ボロボロしちゃったりとか髪の毛傷んだりとかもしやすいので、ぜひぜひこちらはおすすめでございます。はい、じゃん。で、あ、ちょっとこちら買いました。ディディジャスミンベルガモット、使った。そう、これマヤリンがすごいいい匂いって言っとって、で、ここもマナマイハウスで使って、あ、すごいいい匂いだと思って、私も買いたかったんですけど、実は洗剤によってアレルギーが出ますので、一回使ってみないと購入できないんですよ、私の場合は。ということでマナマイハウスで買って大丈夫だったので買わせていただきました。とてもいい匂いと、あとこれのシリーズの柔軟剤も使ってるんだけど、すっごいふわ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 するけん、すごい相性がよく、とても気に入っております。はい、そしてですね、あ、まあちょっと王道からいきましょうか。じゃじゃん、お米のマスクマスクですね。これ結構たまに使うんですけど、乾燥がひどい時とかに使わせていただいております。とてもいいのでね、こちらも購入してしまいましたはいはい、なんか YouTube 下手になったかもしれない、ね、はい、で、あ、じゃじゃん、チョコラ BB ロイヤルツルル。これはこれマジでみんなにおすすめしたい。まあ、ちょっと肌荒れしたりとか、あと本当に疲れた時とか、なんかちょっと体調良くないなとか、なんかちょっと睡眠があれだなとか、ちょっとの体の異変を感じたりとか、これから忙しいなって時はこれを飲んでみてください。皆さん全然違います、体の感じが。本当に違う。次の日でもいい。例えば、あ、めっちゃ疲れたってなった夜飲んでもいいし、うん、一番いいのは疲れたってなる前日から飲み続ける。これを1日1本も5日間続けたりとか、特に今週めっちゃ忙しいわ時とかに飲んだら全然疲れ方も違うし、あと肌荒れしやすい人、疲れとかでには本当におすすめです。なんか足りないものとかがすごい、これでやっぱりビタミンとかも取れたりとか、しっかり入ってるので、しかもちょっと普通のよりもいいやつなので、買います。本当に、はい、忙しい時とか買います。しんどい時、体が辛い時、皆さん買ってみてください。買います。本当にね、マジでおすすめ。もう実証済み、何回も。買います。はい、買ってください。はい、こちらもおすすめ商品、じゃじゃん。あそうモアリップ5つの成分が、あ、これ違う、え、これのタイトルなの？あ、違う、モアリップということで、こちらですね、メイク前に唇に塗りますと、はい、余分な皮だったりとかカサカサしたのが全部つるっとなくなってくれます。いいですね、これ本当におすすめで、もう今使ったやつがちょっとなくなりそうなので、ディピがいいってやつですね。本当におすすめ、買います。これメイクさんがもう使っててもうすっごい良くて、私も最近すっごい使ってます。買います。はい、本当にいいんだよ。ちょっといい値段するんだけど、それなりの効果はあっちしあります。はい、もうね、残りわずかになってきてまして、じゃん、
マスカラコーム折りたたみ式ですね。あのマスカラコームを持ってたんですけど、ちょっと折りたたみ式じゃなくてもう折れちゃって、そう折れちゃって、あの家で使うようになってるので、ちょっと外で使うよとか出先で使うよとかにはちゃんとしたものを持ちたいと思い、こちらを購入しました。やっぱりね、このまつげはあのダマになったらすごいなんか不細工なので、綺麗にほどきたいと思い買いました。これ持ってた方がいいですよね。とてもね使えます。お次はこちら、じゃじゃん、折りたたみ式セットコームということで、こちら単純に櫛でございます。櫛なんだけど、前に100均かなんかでこういうコーム持ってたんだけど、静電気がすごい立っちゃうの、うん、私しかも縮毛矯正かけてるから細かい毛とかが多いんだけど、それがちょっと気になるので、ちょっとなんかあんまり静電気がなんなかったらいいなって思って、普通に薬局で売ってるちょっといい値段するやつ買いました。500円ぐらいだった、500円いってないかな。はい、こちら行きたいと思います。じゃじゃん、ケイトスーパーシャープライナー、アイライナーですね。ビターブラウン買いました。今持ってるアイライナーめっちゃ長く持っててですね、もう半年以上、多分1年持ったか持ってないかぐらい今のアイライナー持ってて、まだ持ってるんですけど、かすかにちょっと予兆が来ておりまして、まあお次のちょっと試してみたいなと思いまして、ケイトのブラックの細いやつ、先がさ黄色になってるペンシルがあるのよ、なんかすっごい極細みたいな、それがすっごい使ってて記憶的に良かったんで、それのちょっとブラウンブラック版を買いました。なんでちょっとこれはね楽しみにしてます。はい、こちら最後になりました。じゃじゃん、メイベインラッシュ先生のショラルプライマーホワイト01番です。こちらですね、まつげ美容液、美容液っていうかマスカラ下地、下地の美容液成分配合みたいなやつで、キャンメイクのマスカラ下地を使ってたんだけど、あれめっちゃなくなり早くない？めっちゃ早いの、もうめっちゃいいんだけど、めっちゃ早いの、あのすっごい困ってて1ヶ月ぐらいでなくなるの、ちょっと早いね。そうで、それがちょっとあの困るので、なくなった時とか用にいっぱい入ってそうだし、うん、なんかちょっと使ってみたいなと思って、あとパッチリするイメージがあるから、メイベリンのは、なんでこれもお試しで買ってみました。感想とかはまだ言えないんですけど、またよかったらご報告したいと思います。はい、じゃじゃん、ということで私の1万円分はこちらでした。意外と買った？どう？ね、意外と買った気はする、うん、1万円分って結構多いよね、うん、そう、結構必要なものとかを買ったという感じですね、うん、ぜひ皆さんに真似してほしいものとかも。びっくりした、ガラスがあった、気づかなかった、したなんか押したよ、15だと思う、自分で絶対気づかなかった、ここガラスがあるんだもん。はい、失礼しました。はい、はい、はい、じゃあ次はマナリンの購入品紹介をしていきたいと思います。はい、もう結構買ったよね、うん、大きいものもあるしねあ、もうじゃあまず こちら、あ、あのおむつを買わせていただきました。ちょっともう買うものを結構探すのが大変で、うんうんうん、おむつはもうあって困らないというか、何個もあっても足りないというか、うんうんうん、あの今もうなくなりそうなのでちょっと買わせていただきました。はい、続きまして、ではあ、かぶったね、うん、お米のマスク、うん、これももうもともとめちゃくちゃ自分も持ってて、うん、持ってたでかプレゼントですごいたくさんいただいたんですけど、うん、結構これめちゃくちゃ前は使うんで、すぐになくなっちゃったんで、ちょっと自分でも買って補充しとこうかなと思って買いました、うん、本当にもちもちする、これなんか本当にいい気がする、うん、本当にめちゃくちゃ乾燥肌なんですよね、前が、だからめちゃくちゃいいです。続きまして、じゃあこちら、ピッタのマスク、これはマヤは使わないんですけど、うんうん、シュンくんがピッタマスクを、あ、そうなんだ、うん、今ジムとか行ってて、運動してるから、そういう時にピッタのマスクが一番呼吸しやすいから、確かに息がね使ってるんで、うんうん、あのシュンくんに買ってきました、うん、続きましてこちら、スキンアクアのトーンアップ UV エッセンスラベンダー、これはもうマヤのリピリピリピ買いしてる超、うん、もうこれしか使わないっていう引き焼け止めです。これはトーンアップするし、あのラベンダーの色なので透明感がアップして、メイクする前に絶対に冬でも夏でも毎日塗ってます。続きましてカーシリーズ
虫除けシリーズを結構何個か買ったんですけど、うん、マジでもう蚊とかも小蚊とかも、うん、子供生まれてからちょっと厳しくなったんかもしれんけど、許せなくなって家にいたらマジ殺すまで寝れないストレスというか、もう蚊にめちゃくちゃなんこれイラつきを、壁とかにシュッてやってたら蚊が止まったりすると死ぬ。わかんないけど、とりあえずなんか、確かに良さげ。これは結構なんか CM とかで見たりするから、確かにいいかなと思って買ってみました、うん、これ買うのは初めてです、うん、続きまして、じゃじゃん、はい、これも虫除けスプレーなんですよ。虫除けスプレーなんですけど、うん、あの夏用にサラテクトクール系のひんやりもするし、うん、虫除けもできるよっていうこの一石二鳥みたいなやつを買ってみました。すごいいいね、うん、確かにさ、これから公園とか行くん、そう行くんじゃない、だってそう、ちょっと、うん、今日の、あ、今年の夏からあのビニールプールもちゃんと用意して、うん、ベランダにもウッドデッキも敷いて、うん、いろいろ買ったんで、うん、ちょっと今年の夏はちょっとビニールプールしたいなと思って、めっちゃいいじゃん、うん、ちょっとまだ歩けてないからあれなんですけど、うん、おもちゃとかもいっぱい買ったんで、うん、入れたいな、まあ前たちは入んないだろうけど入れたいなと思って買いました、うん、自分がね、めっちゃ蚊に刺されやすい体質で、うん、今もうすでに5個ぐらい虫に刺されてて、しかもめっちゃ痒いの、まやなんかさ、寒さは関係ないかもしれない。それってさ、なんなんかね、体質おるじゃん。今井さんもめっちゃ刺されやすいの。そう、血が美味しいんだよ、多分ね。じゃ、全く刺されない、もう、同じ環境下によってもう一回も刺されない。いいよね、マジでいい。マジ、痛みの方が我慢できるもん。いや、それはそう、確実にそれはそう、うん、痒みは我慢できんけど、痒みはマジで嫌、うん、はい、あ、じゃあこれも何何全然わかんない赤ちゃん用の虫除けスプレーです。そんなんあるんじゃ。そう、すごいね。これやっぱり大人用、まあこれはちょっとひんやりしてるから余計危ないかもしれんけど、うんうんうん、大人用のだとやっぱり確かにね、ちょっとね、怖いね、危ないのが入ってたり、うんうんうん、日焼け止めもそうだし、うん、こういう薬系とかも全部ベビー用っていうのをちゃんと買って、うん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 、絶対に刺されないように今年の夏逃れたいと思います、うんうん、お願いします。ワンマンのやつで可愛いです、うん、かわいいね、うん、おしゃれなんかね、うん、めっちゃ良さそうなんで、うん、良さそう。はい、続き、あ、じゃあこちら、はい、ちょっとマヤはなんか美容ってよりも結構あの日用品、確かに日用品多めだね、ごめんなさいって感じなんですけど、うん、全然なんだ、ボディあ、ボディタオル、ボディタオル、体洗うやつですね、うん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 、これをあのマヤはピンクのやつ持ってたんですけど、うん、ちょっと固めかなと思って買ったんですけど、これも固めでした、うん、これさ、固めってことはさ、やるかになったんじゃない。あった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 んだけど、固めなの、固めがいいけど、うん、泡立つのが良くて、あ、いっぱい泡立つって書いてるのを買ってみました。いいじゃん、失敗したら嫌だけど、うんうんうん、買ってみました。はい、じゃあこちら、はい、じゃん、マンダムハッピーデオボディシート、極冷却アイスダウン、これはもう必須、うん、夏はもうマヤもシュン君も超汗かきなので、うんうんうん、ギャッツビーとか結構そういうシートはもうカバンに入れとかなきゃいけないぐらい持ち歩かないとなと思って一番冷たそうなのを買いました。さすがでございます、はい、これはもうみんなの神様、はい、はい、そうですよ、うん、はい、そしておお、夏商品がいっぱい来るねそうなんですよ、結構夏仕様ですね今回の動画は、うん、アイスの頭を冷やすスプレー、これはなんかすごい見てすごいなと思ったんですけど、普通に頭、地肌にシューってシューってやるやつなんですけど、それで頭が冷えたりして、結構夏って髪の毛が熱くなるじゃないですか、それを塞ぐというか帽子の中とかにしてたら涼しいかなと思って買ってみました。確かに前はさ、めっちゃ暑がりじゃもんね。前めっちゃ暑がり、ほんまに暑がりのイメージ、めちゃくちゃ汗かくから、それもめちゃくちゃ嫌なんですよ。だから夏は本当に嫌いです、うん、これを買ってね、この夏をこの虫とこの暑さからちょっとできるだけできるだけ避けて避けましょう。はい、最後にこちらです。はい、メイベリンの SP ステイマットインク135番です。
これめちゃくちゃ有名じゃない？うん、有名。落ちない。落ちないで有名です、うん、で、マヤも結構使ってた時あったんですけど、うん、今年かな、うんうんうん、に新しい色でイエベ用とかブルベ用とかの、うんうんうん、結構こういう最近流行ってるようなこの色味がめちゃくちゃ出たから、うんうん、確かにメイメリンってちょっとパキッとした初期ピンクとかが多かったんよね。そう、昔はね。 でもちょっとあの発色とか色づきとか落ちにくさはめっちゃいいんだけどってとこだったよね。確かに。そう、結構いい色あるの珍しかったんですけど、うんうんうん、最近結構ね、こういう、うんうん、ブラウンとかオレンジブラウンとか、うん、結構そういう色味が、出てきて、うんうんうん、すごい流行ってたんで、うん、ちょっと使ってみようかなと、うん、あーでもマヤ好きそう。そう、絶対好き、うん、でもね、マヤ、うん、ティント結構匂いすごね、ベビリン結構強いよね、うん、でも別に臭くはない、うん、甘いよね、うん、甘い。うん、いいね、そんなんあるんで知らんかった、うん、そう、あのだからちょっとこの色味をちょっと試してみようかなと思って買ってみました、うん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 、このマスクのご時世なのでね、そうだね、落ちないやつ、落ちにくいやつを使ってみようかなと思って、うん、確かに、はい、この感じです。はい、意外と買ったね、なんか前すごい多く感じた、うん、そう、なんかめちゃくちゃ買いました、うん、何買っていいか分かんなすぎて、うん、なんかパックとか2個買って確かにね、でもまあこれは使い消耗品だから、うん、何個あってもいいもんね、本当に、うん、こんな感じで、はい、購入紹介です、はい、ですはい、という感じで今回はドラッグストアで1万円分買ったんですけど、やっぱりさ、前には家庭持ってるから美容系っていうよりかは、そうだね、うん、そういう家庭を思いやる感じがすごい出ててなんていい子なんだと思いましたね。これがまさかしゅんくんのためだとは思わなかったもん、マスクがねえ、わかんないわかんない、そんなのさすがだなと思いました。はい、こんなにもこう違うかと、一人身といや、でも本当にあの美意識がね、出てますね、マナマナさんの。最近もう本当にね、あの肌だけはみたいなのがもうめちゃくちゃ来てる、ずっと綺麗だよ。いや、頑張ります、そう言われるようにマヤさんに、はい、という感じで今回はドラッグストアで、まあ、おすすめ商品だったりとか試してみたい商品を買ってみたので、ぜひぜひ皆さんも試してみてください。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしてます。バイバーイ。